リラクエアの花澤です。今回は全身のさまざまな不調に対して効果を発揮する足指つまみをご紹介します。それでは始めますね。足指の中で経絡は親指に関係と髭、脾臓の髭ですねの経絡が、ね、人差し指は胃経、中指はなくて薬指が胆経、小指が膀胱経という経絡がそれぞれ走っています、ね、ちなみに腎経はこの有線まで、有線のところから出ています。足の指にはつながっていません。はい、でですね、足指つまみで指の腹でこう爪もみがありますけれども、そのような感じでこの指の爪の生え際ですね、あたりから根元の方まで歯間の凝りほぐしも兼ねて1本につき30秒ぐらいを目安に揉みます。何もつけなくて大丈夫です。気持ちいいぐらいの気持ちいいぐらいで揉んでいきますね。髭の方は婦人科ですね、女性の生理ですとか冷えむくみですとかといった症状に効果があるとされます。消化器の不調やトラブルにも親指が足の親指は対応します。脾臓なんですけれども、膵臓とも言われていまして、血糖値ですね、そのようなことが気になる方も親指を揉むのはいいですね。そして肝臓の肝ですね、肝系のツボでもありますので、目の疲れがある方や肝臓の調子がという気になる方にも足の親指を揉むのはとてもいいです、はい、そして人差し指、これは胃経です、吐き気だとか胃もたれだとかそういう胃のトラブル全般人差し指の方に対応しますので、同じようにクリクリっと揉む感じですね。厳密に決まりがあるわけじゃないんですけど、挟むようにして指の腹で揉んでください。片足に 2,3 分はかかるものですね。3分から5分ぐらいですね、はい、胃の不調がある方はこの人差し指です。で、中指はないんです、経絡としてはないんですけれども、爪もみの観点で言うと全部に対応してる、症状ですとか部分っていうのがありますので、せっかくなのでやった方がいいと思います。刺激を与えながら、これを痛いところを刺激が加えることで、
血の流れが良くなって体が活性化するということになりますね。で薬指ですね。薬指は単形です。薬指は交感神経を刺激します。なので、今まで爪もみではあまり押さない方がいいと言われていたんですけれども、最近では悪影響はないということで、適度に刺激することになるので、やった方がいい、やってもいいというふうに、言われるようなことも増えてきましたね。交感神経を刺激するとどういいことがあるかというと、代謝が上がるのでダイエットにいいですとか、アトピーの抑制になると言われます。あと単形というのは体の側面ですね。脇腹の方とか横、体の横の方ですをにこうラインとして走っていますので、そういう脇の方、体の側面が痛いとか重いとか動きが悪いとかいうことがある方はこの単形の刺激がいいと思います。はい。で小指になりますね。これ膀胱系です。膀胱の経絡はどういった働きがあるかというと、生殖器ですねとのつながりがあったりとか、水分調整、全身の水分調整という働きがありますので、それから膀胱の経絡というのは非常に一番長いツボが多い経絡なんですね。もうここから始まってこのふくらはぎの方に行って腿の裏面ですね、もうそのまま通っていってお尻を通って、背中、首、頭の方までですね、非常に背面、体の背面の広い部分をこの膀胱系はカバーしておりますので、ふくらはぎや腿も含めて後ろ側にこわばりがあるとか痛みがある、だるさがあるという方は小指がツボになります。足の小指ですね、膀胱系ですので。首の裏側の凝りも膀胱系関係していますよ。副交感神経優位になりますので、何かこうイライラしてる方たちとか寝つけない、リラックスがしたいという方はこの小指をほぐしておくととてもいいですね。はい。反対も同様に行いますね。特に気になる部分を重点的にやってもいいですし、同じぐらいに全体を行っても、ツボの刺激というのは基本的にこう調整をするというふうになっていますので、よっぽど強すぎたり長すぎたりする刺激でなければ間違いっていうふうにはなりませんので、適度に刺激していけば全体にいい影響がありますので、苦痛にならないぐらいの、痛気持ちいいぐらいの仕方でやりやすいように、親指の方から人差し指、むくみがある方とか冷えがある方とかも、あとはこう爪や指の変形とか変色とかがある方もやるといいですね。
まあ、私も黙ってやってますけど結構痛いです。で、大事なのは、まあ、なかなか最初は難しいと思うんですけど、靴下を履くときとかお風呂でとか寝る前ですとか、まあ、時間を見つけて、機会を見つけて、なるべく1日1回はやるようにした方がいいです。続けることで効果が出てきます。やっぱり今やった側の右足は結構ジンジンポカポカしてます、東洋医学ではこの指の股からこういうとこから邪気が出るって言われてるんですね、寝てる時に悪いものがこの指の股、足の指の股から抜けていってるというふうに考えられています。ですので足の指は清潔に開いた状態で、靴下夜寝て履く、夜に靴下履いて寝るのは良くないっていうのは、そういう、まあ、足から出た汗が再吸収されてしまうからっていうのもあるんですね。足の指はなるべく清潔に、こう通気性よく保つことで体が元気でいられると考えられてるわけですね。仕上げにこう指の股を開いて足の動きをよくしておいてあげるといいですね。結構やっぱ指先冷たくなったりこわばったりするしやすいところなので、やっぱり1日1回は向き合ってあげるようにしてちゃんとケアしてあげるととってもいいですよね。こうぐっと、開いたり、開いて握ってというのができる足が望ましいですね。以上です。いかがでしたか？ありがとうございました。